何そっから緑のエキス、まあ、あ今ないだ、今でも得意ではないけど食べれる。皆さんこんにちは、モンティレオ山形背番号4番三木海です。11番山岸優也です。今日は学校もお休みになっている小学生から高校生までの皆さんにお休みの間少しでも元気になってもらいたいと思って YouTube で皆さんの質問に答える機会を作りました。ハッシュタグ海優也に質問、これが今回のタイトルです。そのままやけど、それでいこう、はい、あ、面白いな。面白いというか、私は、あ、ちょ、待って、中3優香ちゃん、うん、私は将来調理師になりたいと思ってるんですが、お店に食べに来てくれますか。何年後になるのか分かりませんが、うん、わら行くよね。絶対行くね。本当に行ってくれたよ、マジ本当に行くね、うん、中3でしょ。中3どうだ、まあ、15、あと3年、高校行ってなんかあるのかな、調理師専門学校、うん、まあ、2、3年行ってあと7年後、まあ、6、7年後ってことは7年後俺34歳や34歳頑張ろう。その時もね、2人帰ってね、うん、ぜひ食べに行きたいね。確かに俺はしっかりツイッターでみんなに広めちゃうからね。ゆうかちゃんが作ってくれました。食べに行きたいね、うん、俺はね、嫌いなものがいっぱいあるから大変だよまあでも本当に美味しいものを食べに行くのは好きなんで、うん、まあ、山形本当に美味しいご飯屋さんいっぱいあるしぜひあの調理師免許取って美味しいご飯屋さんで働いて食べに行きたい。待って、次俺もう一回質問して、うん、小3リミちゃん、ミキさんはいつもいい匂いがするけど何のシャンプーを使ってますか。俺いい匂いしないんかな。リミちゃんリミちゃんが多分ああそういうことね、ゆうやと喋ったことない。ああ今度カメラこうやってやるから、今度リミちゃんになったらいい匂いしっかり。確かに。何のシャンプー。シャンプーはイースタンダードっていう、インスタとかでまた貼っときますけど、これを紹介してもらったのはフロンターレの通訳の金さんっていう方なんですけど、その人にいい匂いが使ったらいい匂いだったらそこからずっとリピートしてます。でもこれはハルヤとかも使ってたっす。イデハル。あれもう一人使ったの今日クマ。あ、大輝くん俺が貸した。あ、そうなんだ。クマもなんか前に使ってたかな、うん、サッカー選手も結構使ってて、前のチームにもいたわ、使ってる人何人かに。まあでもまあ結構俺思うけど、他の一般男性よりサッカー選手ってその美意識っていうか、こうまあ匂いもそうやし、いろんなところに気使ってる人多くない。多いかもね。それはよくその奥さんとかにも言われる。サッカー選手ってやっぱりみんなすごいよね、匂い、匂いもそれしなんかこう美意識高いだからね。試合中香水つけてる人多いと思う。あ、多い。俺もめっちゃつけてるけど、ヒューヤもね。あれはね、なんか自分の匂いになると落ち着くから、この周りを自分の匂いでサッカーすると落ち着きながらなんかプレーできる人が多いからっていうのも聞いて真似してやってみたけど、俺はただのカッコつけるいい匂いと思われたいからとかそうそうそう。まあ俺はまあシャンプーよりボディミスト、あ、つけてるね。まあ、ハワイとかに、まあ、ハワイは降りたことないんですけど、ハワイ友達に買ってきてもらったりして、ビクトリアシークレットのラブスペルっていうやつを使ってるんですよ。それがすごいいい匂いで、もうずっとかれこれ7、8年ぐらい、もうずっとその匂いで、うん、あ、でも俺もそうだな。俺も1個のやつを5年ぐらいもう使ってるから、うん、結構ハマったらずっとそれを使っちゃう。まあ、シャンプーとかもあると思う。みんな香水とか、うん、ボディミスト使ってる。じゃああと2つぐらい、うん、てかね、面白いなってね、質問じゃないんだけど、ね、可愛いのがあるからね、読むね、うん、年少4歳の花ちゃん、うん、ミキ選手へ娘がどうしても伝えたいそうです。ミキ大地キ可愛いミキ大地キは可愛い。花ちゃん大地キ、花ちゃん可愛いな。可愛い大地キでもね、お母さんがどうも言うやろ、これ俺かな。ユニフォームっぽいんですよね。11、それにちょっと納得いかないですけど。いや納得いけやそっちだまあでもまあね、ここのご家庭にはまあね、4と11がありがたいです。確かに。やっぱね、自分のユニフォームとかね、グッズ持ってきてくれてると嬉しいもん。気づくよね、あの下から見てても、うん、俺去年あのゆうやが来る前か、移籍してくる前、あ、なんか4番会みたいな、4番ユニフォーム来る前や俺。そうそうそう、やったの。そう、すごい良かった。なんかまあ身近にこうユニフォーム買ってくれてる人いっぱい知れて、なんかまたやりたいなと。それ何ですか、写真撮るってこと。4番そう、まあ集めて、単純にこう集まってもらって写真撮ったり、まあちょっと一言言ったりとかして、まあこれを発展してなんかプレゼント企画やったり。え、それはさ、ユニフォーム持ってる人ってこと。俺の4番ユニフォーム持ってる人限定。だからそのね、いいね、特別感がある、うん、だからいい、ね、俺もいいな。それゆうやももしかしたら今年やるかも。俺恥ずかしいな、そんな。いやでもまあね、やってくれたら絶対嬉しいし、やっぱ
ユニフォーム高いからさ、買ってよかったって思ってもらえるようなことができれば、まあ、みんながみんなね強制するのは違うと思うけど、みんなありがたいと思ってるし、いろんなことができればいいけど。確かに。じゃあラストいきますか。海外選んでラスト行こう。俺がもう相当4連チャンぐらい選んでるんだけど質問いいのばっか見つけちゃった、うん、じゃあ年長渋谷そらくん、サッカー大好きすぎて毎日やべっち FC と選手メーカーになります。サッカー選手になりたいけど野菜が食べられません野菜食べた方がサッカー選手になれますかでも好き嫌いを先置いて、うん、めちゃくちゃ多い。野菜も嫌いなんですよ。野菜めちゃくちゃ嫌いなんだよね。言っていい嫌いなもの。いい。ピーマン、タケノコ、シイタケ、ナス、ゴーヤー、パプリカ、もうめちゃくちゃ。アスパラ。大丈夫大丈夫、サッカー選手になれる。でもね、聞いて聞いて。でも俺食えないんだけど、体にさ、やっぱ最低限のさ、うん、栄養バランスっていうのがあるじゃん。だからね、食べれるんだよね、最低限は、うん、だからまあそれ食べるに越したことはないからさ、まあ本当にそう、やっぱバランスよく食べなきゃじゃん。栄養は大事なんで、ね、いや、嫌いなものは多いんだけど、出てきたらこれは食べなきゃなって思って食べる。まあ、食べるのも、うん、仕事の一環で考えたら ね、 だからね、食べなくてもサッカー選手になれるよ、そりゃなれるけど、うん、その最低限の体をやっぱ作んなきゃさ、うん、いけないから、やっぱ90分さ、まあ、十何キロ走ってさ、まあ、1試合したらさ、2、3キロ体重が落ちるわけじゃん。怪我しちゃう。そうそうそう、だからやっぱね、最低限のね、その野菜っていうのはね、絶対食べなきゃいけないから、俺はね、頑張って食べるようにしてるから。俺は、ちっちゃい頃トマトだけはマジで食べれやんで、小学校5年生の時の先生に給食で出たトマト、俺無理って言ったけど、マジでなんか食べやなあかんみたいなって言われてるけど、俺初めて学校で泣いた。それでも無理やったけどそれでも無理やったけど、だけど名古屋グランパスユースの寮に入って栄養面談した時に、マジでトマト食べた方がいいって言われて、最初本当に大きいトマトの、俺もうほんのちっちゃぐらい、本当になんていうの、トウモロコシの一かけなんてぐらいちっちゃく切ってもらって、そっからなんかもうみじん切りにしてあるみたいな感じで一つずつ食べてて、そっから緑のエキス。まあ今でも得意ではないけど食べれる。今ではもう普通に食べれるけど、それが無理で本当に刻んでもらっとって、でだんだん大きくしてて、今ではもう鼻もつままず食べれるようになって、普通に食べれる。緑のエキス小学生やん。だんだんこうちっちゃくからだんだん大きくしてみたいなのはなんか克服できそう。あとはなんか違うものと一緒に食べたりとか、うん、俺さいつも思うんだけどさ、あれってさ、例えばさピーマンの細いやつが出てくるじゃん、うん、栄養あるからさ食べなきゃと思ってさ食べるじゃん。あれさ噛まないで飲んでもさ栄養になるよね。なんないの、まあ、どうなんや、俺いつも思うんだよね。なんかさあんまさ噛むのが好きじゃない、食感と味があんま好きじゃないから。でも胃液でさ溶ける、消化されるのかな、消化されるだ。まあね、それは確かに、そこはなんか、でも俺ね噛まないとねあんま意味ないんかなと思ってね頑張って噛むんだけど、まあ、確かによく噛めって言うし、うん、まあでもね食べた方がいいね、うん、まあ俺のみたいなその克服の仕方はいいのか分からんけど、まあでもお母さん頑張ってさせてあげてください。まあ今できることをね全員がやって、みんなでこの状況を乗り越えるじゃないけど、うん、プラスになってこうパワーアップした姿を見せれればなと思うんで、そうだね、またこうやってファンサポーターの皆さんに楽しんでいただけるような企画ができれば、個人個人の SNS とかでやったりしますけど、まあみんながこうやってやっていければ皆さん退屈しないんでね、まあ、僕は結構頻繁にやってますけど、だから見てください俺も頑張ります。あとこの YouTube チャンネルもね、ぜひチャンネル登録してご覧いただき、ここに貼っとくんで概要欄やってみたかったやつね、よろしくお願いします。ありがとうございました。